はい、おはようございます。武太郎です。本日はですね、夏から秋にかけてうまい魚5選をお送りしたいと思います。今のね、旬、海の中どんどん変わってますんで、ぜひね、動画の方最後までご覧ください。まず第5位は北海道羅臼産の天然ブリ 8.4 キロでございます。はい、まずね、第5位のブリなんですけど、ちょっとね、身はスマートな感じがして、まだ若干早いのかなっていう気もしたんですけど、中はね、開けてみましたら、見てください、この辺、背のところとか、この背のところですね、この中のこの付け根のところ、まあ、特に上半身の部分に油がね、結構回ってきてるんですよ。なので、まあ、これからね、もっとどんどん油乗ってくると思うんですけど、こちらがね、動画になるんですけど、ね、お腹の厚みはまだね、もうちょっと始まったばっかかなっていう感じがして、ちょっと、ね、薄い感じはするんですけど、まあ、身もしっかりしていて、まあ、鮮度が何よりいいですよね。うん、お腹はこんな感じです。油が乗ってきて、これからどんどん油が乗ってきて美味しくなるんではないでしょうか。以上、第5位は、羅臼の天然ブリ 8.4 キロでございました。第4位は三重県南伊勢から参りました目一鯛でございます。はい、そしてね、こちらが目一鯛なんですけどね、この時期になるとすごくね、出回ります。で、あんまりね、スーパーとか百貨店で見ることもないと思いますけど、結構値段のする高級魚なんですね。で、伊勢の南伊勢から水揚げされたこちら 600g の目一鯛でございます。綺麗な目してますよね。で、おろしてみるとこんな感じなんですけど、身がね、非常に透き通っていて、非常に綺麗な身してますよね。で、見てください、この脂、非常に脂が強いですよね、この辺、うん、なので鮮度もよくって脂もあるんで、高級白身としてね、重宝される魚でございます。ということで、第4位は三重県南伊勢の目一鯛 600g でございました。はい、第3位です。第3位は青森県大間港から参りました天然の殻付きのホタテでございます。今までのね、この8月入るまでは天然っていうのはなかったんですけど、この時期から天然の漁が始まって水揚げされて来るようになりました。でね、これが身なんですけど、まあ、身はしっかりしていて、この紐もね、しっかりしてますよね。で、開けてみたんですけど、天からのホタテの特徴はこちらが、ね、白くって、養殖ならもっと黄色かったり緑だったりするんですけど、まあ、こんな感じで白いのが天然ホタテです。で、開けてみたところね、この見てください、貝柱の大きさ、非常に大きくてプリプリしてますよね。甘みが非常にあって、これは食べたんですけど非常に美味しかったです。はい、こんな形でね、肝も非常に綺麗ですよね。身も甘みがあって最高でした。ということで、第3位は青森県大間から参りました1個ね、267g の天然殻付きのホタテでございました。はい、第2位です。第2位は大阪湾から参りました金太郎イワシと言われているマイワシでございます。はい、続きましてね、じゃあ第2位です。第2位は大阪湾の金太郎イワシで、5キロで50ビリだったんで、イワシとしてはね、そんな大きくないサイズです。1尾が 100g のサイズだったんで、まあどうかなと。ただね、大阪湾のイワシってもともと脂があるのが非常に有名なんで、開けてみましたところ、見てください、この脂、このお腹にうっすらとくるの、この背びれについた脂ね。で、この身の透き通った鮮度、非常にいいイワシでしたね。で、皮を剥いてみたんですけど、もう皮目はね、びっしり脂ついてます。で、脂がびっしりついてるんで、ちょっと銀皮がね、ちょっと剥けちゃうぐらい、これぐらいね、脂はバッチリでした。で、大阪湾イワシ巾着協同事業部って書いてありますね。はい、こちらのイワシなんですけど、まあね、このように氷水で来ます。なのでね、鮮度は、ね、非常にいい状態で、こちらまで届いてます。はい、ここら辺のね、顔がちょっと黄色みがかっている、これがね、ちょっと大阪湾のイワシの特徴です。脂があるイワシはね、こういう風な、黄色みがかっているイワシが多いです。はい、こちらね、おろした身なんですけど、見てください、この脂の量、この皮下脂肪がね、1ミリから 1.5 ミリぐらいありましたね。なかなかここまでのね、脂のりっていうのはね、ないです。この時期にして乗る油だと思います。ということで、第2位は大阪湾の金太郎イワシ1尾 100g サイズでございました。はい、そして今回の第1位です。第1位は静岡県沼津から参りました8匹赤サバと言われる魚でございます。はい、そしてね、第1位です。第1位はこちらなんですけど、8匹と言われるね、沼津の赤サバなんです。で、3キロのサイズなんですけど、このね、見た時、まあ、鮮度がよくって非常に光っていて、ね、新しい魚だなっていうのが分かるんですけど、どんだけ脂乗ってるかってね、あんま思わなかったんですよ。で、おろしてみたところ、見てください、この内臓脂肪、この肝の、まずこの肝の鮮度の良さで、これ全部内臓脂肪です。これは脂すごいぞってことでね、
下ろしてみました。そしたら見てください、これめちゃくちゃ脂乗ってるんですよ。で身も真っ赤ね、脂、赤身、脂みたいな感じで非常に鮮度がいい上に非常に脂乗っていて、ちょっとね、下ろしててね、興奮しました。こちら動画になりますね。この縁側見てくださいよ、美味しそうでしょ。非常にね、赤身もバッチリですね。お腹もこんな感じで、これね、あのお刺身にしてみたらね、すごかったんですよ。これ見てください、ドン、これ見てください、皮むいた状態でこの脂ですよ。お腹のところなんてこう刺し入ってますもんね。で皮下脂肪も皮目のところの脂真っ白です。で赤身が強くって、この辺もね、脂あんのかな、非常にいい赤サバ8匹でございましたね。あの食べてもめちゃくちゃねっとりしていて、コリコリしてて食感もあって、最高に美味しいお魚でございました。ということで今回の第1位は沼津から水揚げされました赤サバ3キロでございました。はい、というところでね、毎回全然魚が違ってくるんですよ。で今までは季節ごとにご紹介してたんですけど、もっとスパン短くして、もうね、何回も何回も月に何回もね、投稿していこうというふうに思ってます。なのでね、重複しちゃう魚もいるかもしれないですけれども、本当に旬の魚をね、どんどんお届けしたいと思ってますので、ぜひね、次の動画もよろしくお願いします。最後までありがとうございました。ムタコでした。ナイス。